こんにちは、スプレーアートでノベルちゃんとうーちゃんです。なんかさ、もうベロとさ、生活してるとさ、はい、もうね、ほんとにちょっと行くだけ、これ何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 もうね、全部答えられない。結構ね、なんか日本人からしたら、これ何とかもう当たり前に存在してるから、なんだろう、これ何っても疑問にも思わないじゃん。ベロちゃんの疑問に少しずつ答えていくっていうコーナーです。じゃあなぜなぜラーメンそんなに多い、知らねえしで、うちらからしたら多分ラーメン違うんだよ。4個ラーメン屋並んでても、うん、うちらから見たら全部違うんだよ。麺はもう嫌だ、もう食べたくないって思わないの。思わない。年取っても全部一緒です。ベロもそうだね、タコス屋がさ4個並んでたらさ、あ、そうだね、メキシコもタコスも全部違う。タコス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 でしょ、うん、マジタコスタコスタコス、トスターだ。まあ考えるとさ一緒だね、値段一緒だったらもうマジで一緒。分かった、ちょっと理解できた。ということで、じゃあベロちゃんのいろんなクエスチョンを解決していくコーナーをいっぱい始めたいと思います。うわー、OK。 じゃあこれ楽しいと思ったり、いろんなこういうクエスチョンとか質問とかあったらコメントしてくださいね。うん、他に何かあるの、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価シェアもお願いします。アディオスアミゴー、じゃあねー。